みーちゃん、そこまで押し通さなんだよね、ミネちゃんもやっぱりね。トムノリはオラさんのこと言ったらいいで、なんでもいいで、俺保証人になっとるけど、まあいいで、なんでもいいで、全部持ってて持ってて、そうやって言って、いつやるでいい。俺関係ないで、何でもいいでももらってき持ってき持ってきって言ってそう言って言うでいいきっとって、そういうもの。やっぱり長期にわたって安定的な運用が求められる。でもミーネちゃん赤信号が点滅している。私結局ミーネちゃんもやっぱりね、お金のお金のことばっかり言われて、孫が大きくなったでしょ、3人で、あの子たちがね、また巻き添え食ったり、家がのうなったりなんかするとかわいそうだから、それも思うんだよ。その結果、昨年度の運用収益は15兆円を超え、過去最大の黒字に。で、お前だけなんて。しかし、今年度はチャイナショックで株価が落ち込んだ7月からの3ヶ月で、そうだし、それ、ずいぶん昔の話で、あれ、ユーモンドと一緒で、そう昔のやつはあれならへん、事故に、向こうに。それ生きとるかどうかわからないし、普通常識から言ってもやっぱり3人で分けんなことは常識的なもんだよね。年金受給世代を迎えた本日のゲスト西川のりおさん、年金積立金を株式で運用することについてどう思いますか？シャロンでもしないのね。どうしてあんた、万引き3で8万まで、お姉さんと兄さん行って、あんた言うことやね、あんた、お使いやって、ほんと、やる気がないって、やる気になったり、そんなことよっとったんやで、あんた。政府は年金の支給額をさらに抑えるための年金制度改革法案を今国会に提出する。そこがおかしいんだろうな。おかしいと思わないか。ほんで私姉さんに、まあ姉さん、あんまりダメだダメだって言ってもいかんのでさ、姉さんに、